京成トランジットバス。京成トランジットバスは、主として、千葉県市川市、船橋市、浦安市にて、路線バス等の営業を行っている、京成グループのバス事業者である。もともとは、東京ディズニーリゾート内の輸送等、東京ディズニーリゾート内ホテル、駐車場パーク館、及び定型ホテルとリゾートを結ぶ、無料送迎バスの運行を目的として、 京成電鉄及びオリンパルランドの出資により1999年2月2日に設立された。その後、京成電鉄が市川営業所や渡車庫担当路線、浦安線、行徳線、原木線、大須線の全線を分社化することとなり、行徳、浦安に至る2線は当社が受け持ち、北側の2線はタクシー会社の市川交通自動車、以下、市川交通が、 一川ラインバスとして受け持つことになった。4000の2社への移管は2001年9月16日である。京成電鉄の連結式会社、持ち株比率67%であるが、東京ディズニーリゾート内の既存の事業も継続していることから、現在でもオリエンタルランドの持ち分法適用会社、同33%である。したがって、東京ベーシティ交通同様、 京成電鉄から平成に分割された事業者ということはできるが、類する事業者である千葉フラワーバス、千葉レインボーバス、京成タウンバス、千葉シティバス、千葉グリーンバスの5社とは経営支配的観点で若干異なっている。2006年5月16日には京成バス船橋営業所の渡辺線が移管され、船橋市でも路線バスを営業するようになった。また、 2009年8月1日をもって、市川ラインバスの原木線、大津線が移管され、市川交通は再びタクシー専業となった。これで、旧、京成電鉄や渡社庫の担当路線すべてを、京成トランジットバスが受け持つことになり、路線数は5路線に増えた。なお、移管後も、市川交通の本社営業所、旧や渡社庫に、所在に、トランジットの車両が待機していることがある。 2014年7月22日より、京王バス東と共同運行で、調布駅北口 TDR 間の高速バスを運行開始した。2014年7月23日より、京成バスの運行していた空港連絡バス、市川行徳羽田空港線が運行移管された。京成電鉄から二路線を受け継いだ2001年9月16日以降、本社営業所は、 千葉県市川市塩浜、市川塩浜駅の近傍である。また、2005年3月には、東京ディズニーリゾートパートナーホテルシャトルスの運行開始に伴い、専用車18台の増車、後に25台へ、増強への対応と改装距離短縮のために、浦安市千鳥日鳥営業所が開設された。本社営業所は、すべての一般路線、市川市、 コミュニティバスナンブルート、東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルシャトルバスなど、千鳥営業所が担当しない貸し切り特定バス全般、高速バス、空港連絡バス。千鳥営業所は、東京ディズニーリゾートパートナーホテルシャトルバスと、ウィッシュディスカバーシャトルバス、ディズニーリゾートクルーザー、オリエンタルランドキャスト用郊外バスを担当する。シャバンは、 東京ディズニーリゾートパートナーホテルシャトルバスが、K、オリエンタルランド関連輸送用車が、R、ウィッシュディスカバーシャトル用貸切車が C、それ以外が M を冠している。なお、車両の検査は、京成バス一川は営業所に委託している。このため、時折北た高校線をトランジットバスの車両が走ることもある。主に、行徳街道を走行する路線である。 古くから、ある路線のため、元八幡駅前や行徳橋など狭い区間が、かなり多い。元八幡駅前の停留所は、駅からやや離れており、100メートルほど南に行った、メガドン。気宝手、旧、長崎屋の前から発車する。浦安2.0405の、各系統は出入港を兼ねている。浦安05系統はそれまで改装で行われてきた。 浦安駅本社営業所の区間を市川市の要望で旅客化した路線である。浦安線の系統番号は、京成電鉄の時には存在せず、トランジットに移管後に設定された。奇襲店の頭文字番号で接続する駅などで、番号が被らないようにするのが本来慣例であるが、千葉県内では特に系統番号を検出することが義務付けられておらず。 各社バラバラの系統番号を設定している。新浦安駅では、浦安03系統とベーシティ交通の3系統の番号が重複している。また、浦安03系統は本来浦安駅には行かずに、新浦安駅に行くので本来は、新浦03となるわけだが、これはこの路線も含めて、浦安線という意味であえて、浦安03系統としている。 2013年12月28日、新浦安駅、市川塩浜駅とハイタウン塩浜を結ぶ、浦安06から09系統が新規開業した。主に、行徳地区南部を走行する路線である。市川塩浜駅発着路線は出入口を兼ねている。この路線の特徴としては、朝ラッシュ時とそれ以外の時間帯によって乗車型が異なることである。朝ラッシュ時は、 前乗り後振りで、運賃は前払いを、それ以外の時間帯は後乗り前乗りの整理券方式を採用している。これは朝ら主事の乗降時間の短縮のためである。なお、前乗り時間帯は車両の前面に前乗りと書かれた黄色いボードをから行き先表示、LED にも前払いと表示される。浦安線と同じく行徳線の系統番号は、 京成電鉄の時には存在せず、トランジットに移管後に設定された。しかし、行徳線の内ち行府駅を通らずに明天駅、富浜、市川塩浜駅を運行する、塩浜01、潮礼2系統は関連に従って、系統番号が設定されており、系統番号設定に一貫性がない。この路線については、京成バス市川営業所、ファイターズダウン線も参照のこと、 渡墨線はもともと渡墨駅を回って諏訪神社に至る路線であった。その頃はあまりに道の狭さに渡墨駅前の踏切に船橋営業所の誘導員がいた。その後渡墨駅付近の道路が慢性的に渋滞するようになり正常運行が難しいこともあってか振動が完成するとそちらの方を経由してから諏訪神社に行くようになった。 渡墨駅は通らなくなったが、一応渡墨五丁目の橋を通過している。団地入り口からそのまま、環状道路を走れば、すぐに、諏訪神社に到着するが、行田団地線との差別化と、沿線住民と利便のために V ターン逆行して、ひなぎくよ園を経由するという変則的なルートを通る。ひなぎくよ園から山手三丁目までは、道が狭く、中型車を使用している。 この路線は運行本数が元々少なかったのだが年を減るごとにさらに少なくなっている。この線の独自区間とも言える山手山頂尾目付近においては、渡積線が走る一つ東側の道を船橋新京成バスの鉄巡幹線が並行して走行しており、事実上競合している。さらに2015年には平日昼間のみの運行とは、い,いえ、 京成バス市川営業所と船橋新京成バス、共同運用による船橋行田線が開通し、県鉄巡環線のルートからひなぎ区幼稚園を経由し、さらに、渡辺線のルートを北上して、直接、行田団地に入ることで新たな競合相手を迎えることになった。このような状況の中、便数は徐々に減り、京成バスとしての路線の維持が難しくなってきたため、 京成トランジットバスに移管された。なお移管日時点において、車両は京成のものをそのまま使用していたが、排気ガス規制で継続検査が通らなくなったため廃車し、現在は、小豆色の中型 AT 車を使用している。この線は、もともと、船橋と京都区地区、今井を結ぶ路線であった。その後、元八田駅西船橋駅になり、二股団地ができた時に、 元八幡駅二股団地に変更になり、京葉線開通で二股新町駅に至った。ただし、終点の二股新町駅入口停留所は JR の駅から大変離れている。バスが国道357号を横切ることができず、地下道による徒歩連絡となっているためである。行徳橋北詰原木東口の道路の幅員が大変狭いことが路線の特徴である。 1963年から約10年間にわたり、視線的存在である高谷線が、元八幡駅埋め立て3号地三菱石油前間に、数往復程度運行されてた。なお、市川交通自動車に移管された時の路線の変更はないが、本数が少なく、長く待たされることが多く、元八幡駅でも、原木中山駅でも、二股新町駅でも、駅とバス停が若干か、 かなり離れているなどして不便なためば、本的な改良が望まれており、市議会では、原木西船間のバス路線復活や、京成電鉄直営時代に存在していた、西船橋駅二股新町駅間の二股線復活も要望されている。南北間では、21世紀になってから、東京エアカーホシテターミナルが撤退した後地に、港南が作られているなどの大変化がある。 現在この辺りでは、開園制バスの JBS バスが運転されているが、乗車には、会員権か臨時会員権が必要である。市川駅南口から、南の大周町を経由して、元八幡駅南口まで行く。市川駅南口を発着する唯一の線でもある、開通当初の、ごくわずかな時期は、市川駅北口発着だった。図を参照。 江戸川に沿った線形と言えるが、少し離れたところを走るので、バスから川自体を見ることはできない。この路線は1970年に市川駅元や渡駅間で営業を開始したが、その後東側にも足を伸ばすようになった。1976年には市川警察を経由する便、警察周りが開通し、1989年には、 さらに西船橋駅南口まで足を伸ばした。しかし、これらの便は本数があまり多くないことなどから、あまり乗客が定着せず、1997年7月に廃止されてしまった。このほか千葉県立現代産業科学館への足として、1995年に元八幡からの視線が設けられたこともある。隣接したところにショッピングセンターである。 日家コルトンプラザがあったため、終点の停留署名は、コルトンプラザ現代産業科学館という非常に長いものになった。しかし、コルトンプラザ、現在産業科学館のどちらに行くにしても、元谷ー駅から徒歩での移動が難しくないめ、乗客は定着しなかった。このためわずか2年後の1997年に、市川駅発着に変更を行ったが、それでも改善が見られず、 結局廃止となった。なお現在は、コルトンプラザへは、京成バスシステムによる無料送迎バスが、また、現代産業科学館へは、京成バス、本73系統、最寄り停留所は、現代産業科学館、メディアパークが、いずれも元ヤワ駅北口より運行されている。毎年8月第1土曜日に、市川市民農業花火大会が開催される。 当日は夕方以降、オース線と空港連絡バスの運行区間が以下の通り変更となる。詳しい内容はディズニーリゾートクルーザーを参照。ディズニーリゾートクルーザーは東京ディズニーリゾート内のオフィシャルホテルとパークを連絡する無料シャトルバスであり、京成トランジットバスはこのうち A ルートと B ルートと呼ばれる路線をアメリカンテイストの専用バスで運行している。 A ルートは、ディズニーアンバサダーホテル、以下、だと、逆機と東京ディズニーランド、東京ディズニーシーそれぞれのパークを結ぶに路線がある。これらの路線は当初だ所有の自家用車が使用され、運行管理を大震東に委託していたが、2016年4月より、当社が受託しさらに、同年夏より、各車両が順次当社に石種貸し切り車として、登録され現在も、運中である。 B ルートには路線が6つあり、それぞれディズニーリゾートラインのベイサイドステーション駅と各オフィシャルホテル、サンルートプラザ東京、ヒルトン東京ベイ、シェラトングランデ東京ベイホテル、ホテルオークラ東京ベイ、東京ベイホテル東急、東京ベイ舞浜ホテルを直結するものである。東京ディズニーリゾートパートナーホテルシャトルはリゾート内で オフィシャルホテルに次ぐランクの公認ホテルである、パートナーホテルとパークを連絡する無料シャトルバスであり、アメリカ王ンバスをイメージした車両で運行される。運行開始当初は貸し切り免許によっていたが、現在は特定免許での運行となっている。路線はいずれも東京ディズニーランドから東京ディズニーシーを経由して、各ホテルへ直通するもので、京成トランジットバスでは、 浦安ブライトンホテル、オリエンタルホテル、東京米、三井ガーデンホテルプラナ東京米の各ホテルを連絡する路線を担当している。2016年2月まではファウンテンテラスホテル、5月まではパームテラスホテルへも運行していた。東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルシャトルは上記にホテル群に次ぐランクで主に、浦安市街の近隣地区にある公認ホテルとパークを 連絡する無料シャトルバスであり、高速型の車両で運行される。全線が、京成トランジットバスによる運行である。運行開始当初は、貸し切り免許によっていたが、現在は特定免許での運行となっている。そのため、車両も特定登録であるが、増便やダイソーは、貸し切り登録に変更された車両が使用されることがある。路線はいずれも東京ディズニーランドから、 東京ディズニーシーを経由して、各ホテルへ直通するもので、都内の旧ホテル、京王プラザホテル、ホテルメトロポリタンエドモント、東京米、有明ワシントンホテル、グランド日光東京大場、ヒルトン東京大台場、第一ホテル両国、東部ホテルレバント東京、ホテルイースト21東京、ホテルサンルート有明と千葉県内の3ホテル、京成ホテルメラマーレ、 ホテルスプリングス幕張、ホテルニューオータニ幕張を連絡している。パートナーホテルであったパームファウンテンテラスホテルがディズニーホテルにリブランドされ二千十六年六月一日にオープンした東京ディズニーセレブレーションホテルと各パークを連絡する。当初は旧ファウンテンテラスホテルである。ウィッシュムネのみがオープンしたためウィッシュムネ発着のみだったが旧パームテラスホテルである。 ディスカバー・ムネが追って9月10日に開業したため、名称はそれを先取りして、ウィッシュディスカバー・シャトルとなっている。他のホテル送迎と異なり、貸切免許での運行となっている。路線車は、京成バス市川営業所だった時代と同じく、小型車を除いてすべてイスズエンジンの車両である。また、ほとんどの路線車が、大型車は、 イスズエルが、中型車はイスズエルガミオとなっている。車体は J バス QIK コーチ。イスズバス製造製のものの他に、富士中工業製のものが存在していたが、現在はほとんどが J バス製である。カラーリングは、あずき色一式に黄色で、トランズットのロゴが入り、ノンステップバスは黄色のアクセントラインが加わる。分車化当初は、 京成バスと同じカラーリングも存在したが、後年市川ラインバスからの転入車も塗り替えられて、統一された。導入された新車はすべて中型、大型を問わず、AT 車となっている。京成グループのバス事業者としては、早い時期から持ち手が進行方向に対して垂直向きで握りやすい五角形の釣り革を採用しており、現在では五角形の釣り革を取り付けている車両が多い。 京成バスからの遺跡者も存在し、内装に一部トランジット自社発注者との相違点があるが、遺跡者も小豆色のトランジット標準色に塗り替えられている。小型車は日野 DS で主に原木線で使用されている。東京ディズニーリゾート関連は TDR を経営、運営するオリエンタルランドが車両デザインを日野自動車系列のアトラデザイン。 当時に移植したためか、日野社が中心で、ディズニーリゾートクルーザーは、レインボー RJ レインボー E レインボー HR、ブルーリボン E、パートナーホテルシャトルは、ブルーリボンシティ及びブルーリボン E をベースに、東京特殊車体がリジナルボディを仮装、または標準ボディをアレンジしている。なおパートナーホテルシャトルは、車両点検や、故障時のダイソー、繁忙期の応援として、路線車と同色。 元パーキングシャトルの全塗装車用意した予備車や、青色のタン塗装の貸切登録の路線車、オフィシャルホテル等のスタッフ送迎貸切用、さらに足りない時は塩浜営業所の路線車を使用することがある。2016年6月1日より運行を開始した、ウィッシュディスカバーシャトルは専用ラッピングを施した、三菱不装トラックバス製のエアロスターを使用している。 2014年5月1日に大震東から引き継いで運行を開始したオリエンタルランドキャスト輸送用車は専用図書区のイスズ・エルガハイブリッドを使用している。その他、オフィシャルホテル等のスタッフ送迎貸切車者が在籍し、こちらは青系濃ータント層にトランジットバスのロゴが入っている。これらスタッフ送迎車は貸切登録のイスズ・エルガである。また、同様の塗装で、 トランジットバスのロゴがなく、東京ディズニーリゾートのロゴが入った、日の、ブルーリボン E が存在している。この車両は、大震東からの遺跡車でもともと、オリエンタルランド構内輸送用であった。グッドネイバーホテルシャトルは当初は、日の、セレガシリーズが中心だったが、2014年に、三菱不装、エアロエースが加わっている。 2005年に新浦安地区のグッドネイバーホテルがパートナーホテルに切り替わったため一部が一般貸し切り用になりグッドネイバーホテル表記のないものに塗装変更された。また高速バス用として乗り合い登録に変更された車両もあるほか京成バス新奈良市の高速営業所及び京成バスシステムに転出した車両もある。これらの用途は倉庫の帯の色で判別できる。 赤帯イコール特定登録、グッドネイバーシャトル、交代イコール貸切登録、一般貸切用、青帯イコール乗り合い登録、高速バス用。高速バスは、新車のエアロエースに加え、前述のように元グッドネイバーホテルシャトルの、セレガールが転用される。京成グループ他社からは、京成バス新習志の高速営業所から、三菱不送、エアロバス、東京ベーシティ交通から、 イスズガーラ、二代目が転入している。その他、トヨタハイエースとヒノ、d s e がある。ハイエースは当初はピンク色だったが、現在はシルバーになっている。少人数の貸し切りや運転手の交代要員の輸送などに使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。